さんこんにちは。今回は PTE ピアソンテストオブイングリッシュっていう僕が指導しているテストの過去に受けたテストスコア、それを比較とか自己分析をした上でどのようにしてこう練習していけば改善するか、それを見せながら PT ツールズっていうウェブサイトを使ってどのようにして改善をしていくべきなのか今回お見せしようかなと思います。それでは始めていきましょう。それではですね、この画面を見ていただいて、この2つのスコア、不合格した時のこう僕がかつて受けた時のテストのスコア2つ並んでてみたんですけど、まずこう見ていきましょう。このこちらの方が多分古くて、こっちが新しい結果だと思うんです。まずリスニング63点、リーディング90点、スピーキング64点、ライティング88点、まあ、下はイネーブリングスキルズ、まあ、現在のね現行の PT ではイネーブリングスキルズっていう今消えてしまったんですけど、まあ、この上の部分だけ見た段階でどう思うかっていうと、リスニングとスピーキングが不合格、まあ、65点すら達してないってことなので、まあ、これ極めて良くはない。これなんでこういう点数になったかっていう、この当時は僕はいろいろもがいて分析したり、どういう風に練習していけば取れるのかな考えてたんですけど、その時に思いついたのは、スピーキング自体のテストの点数っていうのは90点が満点ですけど、64点っていうことは一番こう重要な問題と言われているリードアラウドとリピートセンテンス、まあ、この辺の点数が悪い、でも悪いって言われてもじゃあどういう風にして改善するかってことなんですけど、発音と流暢性っていう点数にすごい左右するんですよね、この PT という試験は。ということはこのイネーブリングスキルっていうのを見ればですね、分かる通りこうオーラルフルエンシー62点、プロナンセーション64点、両方ともあまり良くはないっていうこと、スピーキングも 64%、 まあ、やっぱ 65% 以下、スピーキングの点数が64点っていうことは、このリスニングも同じような点数になる可能性っていうのが高いんですね。こちらの方で言えば75点で、75点、やっぱ一緒ですよね点数的に。でイネーブリングスキルズを見るとオーラルフルエンシーが72点で、プロナンセーションが69点、スピーキングを上げるためには流暢性の点数が高くないといけない。この62点っていうのが流暢性で、こちら72点、10点ぐらい上がってるんですよね。そうなるとやっぱスピーキングもやっぱり10点ぐらい上がってますよね。75点、流暢性っていうのはただスムーズに話す、スピーディーに話すだけではダメであって、やはりこうリズムとかイントネーションとかいろいろ考えること多いと思うんですけど、具体的に流暢性を上げるにはやっぱこうチャンクで読む、日本語のこうチョピーなツブツブツブツってこう単語が切れるようなこう日本語的な喋り方ではやはり点数が取れないと言われても、やっぱこうスピードを上げてくださいって言われると、大体の方が一個一個の単語をスピードを早く話そうとするんですけど、それではダメな、どんなにセンテンスを話すスピードが速くても単語一個一個のスピードを上げるんではなくて、このチャンク、文法的にここで切れますよっていう、そういったチャンクできちんと区切る。でチャンク以外のところはこう止まらない、一個一個単語の間のポーズがなく、センテンスが終わったら最後のピリオドで止まる、まあ、そういったところが流暢性に関わることなので、僕の場合このかつて64点とか取った時、ちょっとプツプツプツっと切るように日本語的なこうチョピーな喋り方だったのかなっていう、今思い返せばそうだったのかなっていうふうに思いますね。そうじゃないとこういう点数にならないと。マイクのね調子が悪いから点数が低いんじゃないかっていうふうによく言うんですけど、もしこうマイク壊れてるっていうんであれば、例えばノイズキャンセリングがねこうちゃんと作動してませんとか、そういった問題が本当に起きてるのであれば、間違いなくこの発音の点数、プランステーションっていうのが10点イコール0点のこういう風にならない限り、マイクが壊れてるってことはありえない。通常はね壊れてるってことはあまりないと思うんですけど、そうなるとマイクの問題ではなくて、もう本当パフォーマンスの問題っていうことは間違いないんですよね。ってなると、どこを直すかっていうスコアを見る限り、この流暢性が低い、発音64点、まあ、発音正直言って64点でも、まあ、全然79点クリアすることできるんですよね。発音っていうのはまあリードアラウドから来るわけなんですけど、ただそんな完璧はなくてもいいですね。母音子音とか綺麗に発音できればいいんですけど、まあ、コンピューターが理解できるぐらいの発音であれば OK で、まあ、語尾の発音、まあ、ED とか S とかね、そういった名詞であれば複数形、動詞であれば過去形か三人称単数の S、 この辺がミスが多いと、まあ、簡単に発音0点つまり10点取ることは全然できるんですね。だから結構発音上手な人でも10点0点取る人結構ザラにいます。なのでこの過去のこの僕に言いたいのは、発音の語尾のところが結構飛ばしてしまったり読み間違えたりっていうところがあったんじゃないかなと思われますね。これがもし第三者の僕の生徒さんのスコアであれば、そういう風にアドバイスをします。リーディングとライティングに関しては全然申し分ないですよね。ほとんど満点近く、まあ、79点っていう意味では全然クリアしてるので OK かな。だからまあリーディングがこんな点数いいっていうことは、リードアラウドのコンテンツが非常にいいですよね。っていうことは結構読み間違えているってことはほとんどない。リーディング自体のスコアも良かったんじゃないでしょうかね。リスニングが悪い、63点、これが悪いっていうのは、まあもちろん流暢性が低いから悪い。コンテンツ、どれだけ正確に言えてるかっていう、こうリピートセンテンスの問題も結構大きいですよね。ディクテーションはおそらく結構できてるんじゃないですかね。こういった
ったパターンで結構多いんですよね。で、このこちらの方を見ていきましょう。75、82で、スピーキング75で、ライティング90。ほとんどやっぱりリーディングとライティングでは全然問題なさそうなスコアですよね。ただ79点はこのスピーキングリスニング取ってないんですよね。で、この4点足りないっていうのは結構大きいんですよね、実は。この流暢性ですよね。ここにかかってくる。72点。まあ、正直言ってこれは悪くはないんですけど、でもやっぱり良くはないです。79点取るには79近く取らないといけない。70後半ぐらい。こう流暢性が上がるとやっぱり発音がどんどん下がっちゃうんですよ。やはりこうスピードを上げたりとかいろんな要因があって発音の精度ある程度下がるんですけど、まあ、それでも流暢性ありきなのでそこが良くないとやっぱ発音も上がってこない。正直言って流暢性が良くないとスピーキングが取れないっていう風な仕組みになってるので、やはり流暢性をアップしていくっていうことですよね。なのでここからここ、こっちからこっちのスコアで、まあ、ある程度上がってるんですね。でも流暢性がまだまだ全然足りないですよね。あと10点ぐらいアップしないといけないのかな。まあ、少なくとも79点は取らないといけない。まあ、それでやってもらったらわかりますけど、リスニング81、リーディング81、で、スピーキング82、で、ライティング87っていうことなんで、見事に79全部クリアしてるんですね、4技能。さらに分析をしてみると、リスニング81ですよね。で、スピーキング82。このリーディングがね、ちょっとこれ悪いんですよね。81でちょっと下がってますね、90から。これなぜかというと、リードアラウド。まずこのオーラルフルエンシー78、ギリギリ79近くなので、まあなんとか OK かな。ただ発音が70ですよね。まあ、ちょっとこう低いかなって感じですね、78に対して。なんか78であれば、まあ、75か6ぐらい、そのぐらい、ちょっと5とか4点差ぐらいの差だと一番理想かなって思うんですよね。発音がすごい極端に低くて流暢性90で全部もちろん90点取ってるっていう人もいるんですけど、まあ、結構どっちかというとそれはちょっと難しいかな。ある程度発音もいるんですよね。流暢性の発音が逆転するっていうのは絶対ダメですね。そうなるとやっぱスピーキングクリアできないと思う。でスピーキング82でリスニング81っていうことはライティングが87なので、結構ねほとんどディクテーションはできてると思うんですけど、ピートセンテンスですよね。ここがやっぱり、まあ、もう一歩必要かなって感じですね。例えばこう流暢性は結構高くていいんですけど、ただ流暢性が良くても今度はコンテンツを考えないといけない。そのコンテンツのこのリスニングに入る点数があまり良くない。なぜかというとちょっとフェイクが多かったのかなっていう感じがしますね。そこが大きな影響を受けて90点から離れてしまって81点、まあ、いずれにしても79以上取っているのであればいいんですけど、まあ、そういったところが課題かなっていうの。90点取るには最終的なオーバーオールのスコアを見ると分析は結構できるもんなんですよね。まあ、大体の方はこう結構点数取れてる方っていうのはライティングとリーディングが取れてて、まあ、リスニングのスピーキングが悪いっていうパターンが多いんです。まあ、そうじゃないパターンも見たことはあるんですけど、まあ、でも大体このパターンが多い方はやっぱスピーキングを改善する、まあ、ただそれだけだと思うんですね。スピーキングただ改善って言われてもいろいろ要素がたくさんありますので、その辺も僕のレッスンでは対策として指導しております。ぜひご連絡いただければなと思います。次に練習ですよね。その PT のスコアが足りないってことで、それを補うためにどういった改善方法対策を取っていくかっていうと、一番おすすめなのは PT ツールズっていうホームページですね。これ今開いてるんですけど、これを使っていただきたい。これは Gmail アカウントで無料でログインできます。でこうログインをするじゃないですか。で Gmail で入る。でそうするとで、ここでスピーキング、ライティング、リーディング、リスニング、テストで全部あるんですね、すべて。まあテストっていうのはこう Mock のフリーの模試がある程度入ってますね。これもすごい便利なんです。まあ練習する上でもちろんライティングとかリーディングの練習もリスニングのディクテーションとかも練習しないといけないんですけど、一番こうやらないといけないのはリードアラウド、リピートセンテンス、この2つかなっていうの。これがまあもう最も重要な問題だと思うんですね。まああとはリスニングのねディクテーションももちろんそうなんですけど、ディスクライブイメージとリーテレクチャーに関してはもう本当にまあ皆さんね、いろんなこう巷にはいろんなテンプレートが準備されてると思うんですけど、まあ、流暢性と発音を維持するだけのファンクションであって、結局はパフォーマンス、コンテンツっていうのが重要になってくるわけなので、キーワードをどれだけ言うかっていうところにかかってますよね。こうリードアラウドを見てみましょう。で最初のこう画面が出た状態でこう文章をまず練習するんですね。こう40秒で練習するって非常に重要なんですよね。ちょっとこれ飛びますね。なぜかというと、やっぱこう40秒時間もらえてるんですけど、初見の文章になると緊張しますし、まあ、噛んでしまったりとか、あと読めない単語とか発音とかあるじゃないですか。そういったものをこう防ぐために最初の40秒もらえる。まあ、結構これラッキーなテストなんです。いきなりこうぶっつけ本番でバッてこう40秒で言ってレコーディングされるわけじゃありません。この40秒って本当にクルーショーですね。ものすごい重要なので、やっぱこう40秒を時間をフルに使って、必ず最初から最後まで読み切る。で読み切った上でわからない単語をこう発音チェックしたりとかする。
するわけですね。まあ、その中でも難しい単語をこう発音する練習っていうのは僕はあんまり、まあ、ナンセンスって言いますかね、そういうする必要はないと思うんですね。読めないものは読めないのというよりも、いや他にチェックするもありますよね。例えば名詞の複数形の S とか、まあ、あとは語尾ですよね。過去形なのか現在形なのか、そういったところをちゃんとチェックするっていうことが非常に重要になってくると思います。そうすることによって、まあ、こう発音とこうコンテンツ、リーディングに行く点数というのを維持できます。流暢性っていうのはもちろん重要なんですけど、まあ、これはもう流暢性っていうよりも発音ですよね。やっぱこうリーダーラウド、音読なので発音っていうのが非常に重要になってくると思います。で、まあ、ある程度リズムがあれば流暢性 OK と言っても、やっぱりスピードっていうのもね、ある程度必要です。先ほど説明したこうスピードってのは早く喋るだけではなくて、きちんとこうチャンクで読むっていうことが重要になってくるっていうことなので、まあ、ちょっと一問やってみようかなと思いますね。で、こういう風に始まったら、まず Once most animals reach adulthood, they stop growing. In contrast, even plants that are thousands of years old continue to grow new needles, add new wood, and produce cones and new flowers, almost as if parts of their bodies remained forever young.っていう風にこう言うじゃないですか。で、言った後にこう例えばチェックするとこう animals とか、growing とかね、 plants thousands years needles、cones flowers parts bodies で、この辺ですね、チェックして。じゃあいきましょう。Once most animals reach adulthood, they stop growing. In contrast, even plants that are thousands of years old continue to grow new needles, add new wood, and produce cones and new flowers, almost as if parts of their bodies remained forever young.まあ、ちょっとあんまり良くはなかったんですけど、ちょっと勘弁したんですけど。で、こういう風に出ますね。90%。まあ、ちょっとね、あんまり良くはないけど。で、何を見るかっていうことは、まず流暢性ですよね。この上、下半分ってのが自分ので、これ上がネイティブが喋ってるところですけど、3秒ですね。15秒で、僕は18秒なので、3秒ぐらい遅いんですね。まあ、プラス2、3秒っていうところは、ま、許容範囲。だからこう、3秒以上遅いとちょっと流暢性が落ちていくっていうことなので、まあ、プラス2、3秒であれば OK。まあ、で、今度声の波形を見てもらいたいんですけど、この部分ですね。この部分、こういったところがポーズがありますね。このポーズっていうのは一番最後のピリオドですね。 Growing の後のピリオド、ということはピリオドは最初と最後だから、 2 sentence 2つのセンテンスしかないんですよね。そこ以外はあまりこう長いポーズはないっていうのが普通ですよね。僕のを見てみると、ここポーズがあるんですけど、ちょっとここの方にもポーズ、このポーズ、まあもちろん上にもあるんですけど、ちょっとこう分かりにくいかなっていうところが多分点数に影響してるんじゃないかなって、まあ、あくまでこの90点って90点ではなくて 90% なので、まあ青い部分がまあ 90% ってことですよね。で、あと間違ってるところなんですけど、例えば and っていうのが out of になったりと、new っていうのが you とかですね、で parts が part、 あと remained、まあ、ここが語尾の問題ですよね。この語尾の問題がこう間違いが多いと、やはり発音点数が劇的に下がっちゃう、まあ、これが結構ね、さっきの昔のね点スコアを見てもらった時に63点とか64点っていうスピーキングが悪いで、流暢性が悪いっていうところ、まあ、発音もね悪いっていうのがあったんですけど、あそこはやっぱりこうただ単に発音自体の問題ではなくて、語尾の発音ですよね。飛ばしてしまってるとか、まあ、そういった問題が多いから点数が下がっているっていうのは僕の認識なんです。当時の時はそこまで意識してなかったかもしれない、まあ、そこが点数を下げた要因だと、まあ、今でもこうたまにねこうやって緊張すると語尾が抜けているっていうのがあるんですけど、これをやってはならない、まあ、どうしてもこのね語尾のミスが多くいと発音点数が下がります。流暢性発音なんですけど、リーダーラウドに関しては発音、この発音を上げるためには語尾のミス、やはりこの PT ツールズってすごい便利で、ちゃんとこうどこが合ってるか合ってないかって分かった上で、語尾のミスっていうのがどれだけあるか数えたりとか、でそのミスを減らすために、まあ、発音をチェックするっていうのが重要。例えば parts とか remained、 これが本当に出るかどうかっていうのはもう単語ベースで調べてみるのも一つの点なんです。まあ、僕はおそらく文章の中でたまにちょっと早口とかそういったところに抜けてしまうっていうね、音がね消えてしまうっていうことがたまにこうあると思うんですね。まあ、誰でもあると思うんですけど、ノンネイティブなのでそんな完璧じゃありませんから、僕も。ただそれを本当にこう単語ベースで出るかどうか、単語ベースで出ないんであれば、それはまあ発音自体の問題があるっていうことなので、そこは改善していかないといけない。まあ、そういった自己分析でやっていくことによって、まあ、点数がね一気に劇的に本番を受けた時に変わってくるので、こういう風な感じで自己分析をやっていくっていうわけです。じゃあ次はリピートセンテンスちょっと見ていきましょう。音声聞いて復唱するって、これもやっぱりこう完璧にね 100% 復唱する必要は全くなくて、まあ、半分以上できてれば OK なんですよね。正直言って別に完璧っていうよりもリピートセンテンス流暢性に関わっている、パッと夢読めるっていう、そこの度合いがかつて受けた時は低かったと思うんです。
で点数を悪くした要因だっていうふうに思っております。ハッタレでもいいので、もう半分以上言えたらあとはもう適当にごまかす、まあ、その わざとね、そのごまかす、どういうふうにこうフェイクをするかっていうところをちょっとね見せようと思います。ちょっとやってみましょうかね。1問、Environmental friendliness is a new category in which you can do anything at all. っていう感じで、これ半分だけこうやって残りはフェイクって感じで、こう頭の部分だけ頑張って記憶させて、あとはフェイクでする。流暢性と発音っていうのは特に流暢性ですよね。ここを維持しない限りやっぱ点数が上がらない、まあ、例えばコンテンツ言ってることが全て正確に言えても、そのしどろもどろになってしまって流暢性がまあ悪くなりますよね。まあ発音はちょっと関係ないですけど、とにかく流暢性が悪いと点数が上がらない。スピーキング自体がまあこう点数取れない方って結構多いと思う。まあかつての僕もね、その取れてなかった時はそうですよね。流暢性っていうのは意識できてないっていうことですね。そこがやっぱ改善点なので、こう見てもらったら分かる通り 73% で Environment Friendliness is a new category in which っていうとこまで言えてますよね、まあ、ここでまあ半分以上言えてるんですよね。なのでその後ってのはもう適当に言っても全然いいんですね。 You can do anything at all って言ってますよね。まあ全然デタラメですけど、まあ、ただこれはスパッと言ってしまえば全然問題ないわ。半分いて、あとはもうフェイクだっていう風にやってしまえば、どの問題もそういう風にこなしてしまえば全然点数取れるわ。で、流暢性も維持できる。そうなると改善して自分の子取りたいスコアがいけると思う。ぜひそういう感じ PT ツールズを使って皆さんですね、練習してみてもいいんじゃないかなと思います。他にこういったねオンラインである中でここまでいいサイトっていうのはなかなかないと思います。まあ、本番に非常に近いウェブサイト、本番に近いですね、画面ですかね、この作り方とか AI のこう精度、それに加えて公式の模試を受けていただくっていう感じになってね、僕の生徒さん、ぜひ皆さん頑張ってみてください。まあ、オーストラリアにねこれから留学する方とか、オーストラリアで永住権をこれからゲットしたいって方も IELTS っていう試験もありますけど、ぜひこの PT こちらの方がまあ公平性が高いっていうことと、人がね採点するっていうこう IELTS の試験だとやっぱりどうしてもこうサブジェクティブになると、それと違ってこう一方 PT ってのは非常にオブジェクティブで、本当にこう点数を公平に出すっていう意味では他の試験にはない非常にこう優れた試験だと思うので、皆さんこの PT に乗り換えちゃう学習ねしてみてもらえるのもいいかなと思います。今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。 Thanks for watching guys. See you later. Bye.